今回ですねリハのノメさんに招いていただいてコーチングや組織マネジメントに関する動画を撮影させていただきましたあ私自身もマネジメントの研究家ではありませんけれども実践でいろんなことを培った動画ですので、えー、マネジメントに苦労している皆さんぜひ見てみてください「また中脳にって師匠の内装両肩甲体骨盤の可動性」 理解が良好、ね、理解は良好ではこの組織,を組織の成果ですね、この最大化していくために、われわれマネージャーは何ができるのかということについて触れていきたいと思います。組織の成果を最大化すする要素ですはい、はい メッセージを書きました。CS よりも ES です。CS よりも ES。あの聞きませんけど、あのはい、視聴者の方もいらっしゃるので、視聴者の方はこの CS よりも ES っていう言葉を聞いて、どんな言葉を思い浮かべているでしょうか。あの、経済とかですね、一般企業の中ではよく出てくるワードなんですね。これ少し整理してみたいと思います。CS よりも ES。 ES よりも CS ではなくて CS よりも ES なんですよね。これ何かというと CS というのはカスタマーサティスファクション顧客満足度です。うんはい、ES というのはエンプロイーサティスファクション従業員満足度。これ最初の一つ前のスライドでどっちが大事って言ったか覚えてますと ?CS よりも ES、ね。はい。CS よりも ES。はい、CS よりも ES なんですね。うん、あのー、 おそらく多くの組織において、えー、顧客満足度医療の中で言えば患者満足度だし、はい、あとは介護保険領域であれば利用者満足度かもしれませんけれどもおそ、はい、らくアンケート取られたりしてるもの結構多いと思うんですよね、はいえー、こちらの会社でもこういう動画に対して、えー、ユーザーさんがどれいうどういう満足を感じているのかということをおそらく調査しながらいろんな工夫を凝らしていらっしゃると思うんですけれどもそれよりも 従業員の満足度が大事だということをこれから少しお話をしていこうかなと思います。えー、私の病院でも必ず顧客満足度と従業員満足度というのはセットでとっていますで。特にやはりマネージャーが意識するのは従業員満足度なんですね。この CS よりも ES という考え方は実は賛否両論あるところはあるんですけれども、えー、私はこの考え方を支持をしているという立場でお話をします。 そしてですね、この CS よりも ES という言葉が、ある研究結果を短縮して簡単に言ったワードなんですけれども、はい、これがですね、ハーバードビジネススクールにいらっしゃったハスケット教授らの研究グループが提唱しているサービスプロフィットチェーンというものから来ていると言われています。 サービスというのも提供しているもの、そして利益がプロフィットなんですけれども、それが鎖のようにつながっているよということの関係性を解いたものなんですね。で、真ん中のあたりにこうピンクで抜いている部分があると思うんですけれども、ちょうど左側のところに従業員満足度というものがあります。で、この従業員満足度というものが高まることによって、 で上側従業員の貢献度が高まったり下側従業員の生産性が高まっていくと言われていますで、従業員の貢献度や生産性が高まっていけばサービスの品質が向上するとで、その結果顧客満足度が高まっていると、うん、こうやって見てみると顧客満足度の上流には従業員の満足度が あって、で、その従業員の満足度って何によって得られているかというと、一番左側ですね、従業員へのサービス品質。はい、不思議ですよね。従業員にもサービスが提供されている。はい、一般企業においてこう働く環境とか、働く状況、働くプロセスっていうのは、ある意味従業員に対してはサービスだということなんですね。 であれば、従業員の満足度は、企業の従業員に対するサービスによって決定づけられて、それによって結果として顧客満足度が高くなると。顧客満足度が高くなれば、顧客ロイヤリティが高くなります。顧客のロイヤリティというのは、その企業とかサービスに対する支持ですね、信頼度というのをいうふうに意味しますけれども、それが高くなっていて、 一般企業であればそこから利益が生まれまます、はい、利益が生まれてくれば企業の成長につながって企業の成長というのは従業員にまた還元をされてそれが回っていくとこういったことからもう近年多くの企業ではヒューマンリソースマネージメント HR 活動とよく言いますけれども、はい、このヒューマンリソースマネージメントっていうものが事業成果の鍵になるんじゃないかなというふうに言われています。はい えー、ややもすると、この顧客満足度、患者満足度とかって言われるものに注力しすぎてしまって、どうしても従業員が置いてきぼりになってしまう。けれども、マネージャーが意識すべきは、この従業員満足度にあるということなんです。最近の企業では、あの、よくあの、CEO とかですね、あれあるんですけれども、はい、このヒューマンリソースマネージメントをチーフにしている企業も出てきたりしています。では、進みますね。 でこの従業員の満足度を意識しようと思うと、もう少し違った概念から物事を考えてみるということが最近提唱されています。それがエンプロイエクスペリメントですね。従業員の経験のマネジメントです。はい、ただ単にですね、従業員に対して迎合するというものではなくて、仕事が楽しい。 楽しんでます、うん、普段の仕事まだあのお互いに緊張が<う>あの消えない感じしますけれども仕事が楽しいとかですねあとはやりがいがあるとか。うん、あのー ある会社に対して自分が貢献したいって思うのは、やっぱりその会社に対して非常にこう世話になったなとか、私自身も今所属している病院でしんどい思いもたくさん、はい、<laughs> しましたし、腹も立てたこともありますし、愚痴もたくさんこぼしてきましたけれども、それでもやっぱり自分を支えてくれて、育ててくれて、で、いろんな経験をさせてもらって、えー、その結果、あのー、まあ、身を としてでもあ、こういうマネージャーとして頑張ろうかなという気持ちになっているんですよね。このように従業員の経験というのをどう作っていくかということについてね、今度はお話を進めていきたいと思います。実はあの、このエンプロイエクスペリメントっていうものが、あ患者の経験、 とも今リンクをしていて、はいえー、PX ペーシェントエクスペリメントというものを研究している研究グループも出てきています、えー、私自身はその研究には従事はしていませんけれども興味がおありの視聴者の方がいらっしゃいましたら PX っていうワードで調べてみるとまたあ新しい形での患者満足度利用者満足度の尺度というものが見つかるかもしれませんメモしていただいていありがとうございます <laughs> それでは、まあ、従業員の、ね、経験という話をしたんですけれども、はい、そこから、えー、働きがいについて少しお話をしてみたいと思います。スライドにお示ししたように働きがいというのは仕事のやりがいと働きやすさの合算というふうに言われています。 やりがいというのは仕事に対するやる気、モチベーション。そして、働きやすさというのは、快適に働き続けられる就労条件や報酬条件です。うん、で、このモチベーションというのは、見えにくいんですよね、うん。そうですね。はい、すごく見えにくいですし、あと、何 <laughs> ですかね、あの、外から、 あ就職したいなと思う若い学生さんがある企業や組織を見たとしてもモチベーションって表情で少し分かるかもしれませんけれどもえ昨年度のモチベーションはこれぐらいですっていうものを客観的指標として示すものもなくて非常に見えにくいです。で一方ですねこの働きやすさに関連するような就労条件とか報酬条件っていうのは分かりやすい。 採用条件のところにも書いてありますし、うん、逆にこれ、書いてないところに就職するの、ちょっと怖いですよね。そうですね。ここはもうあ、あの情報がないと、やっぱり、ちょっとなかなか候補にも上がってこないです、ね。<laughs> ですよね。勤務時間見て、みたいなね。<laughs> だから絶対怖いんですね。うん、で、この目に見えやすいところは、やっぱ操作しやすいんです。はい あの、目に見えにくいところっていうのは操作しにくいので、理学療法士として患者さんのケアをしていくときにも、分かりやすい部分、機能的な部分にはタッチしやすいんだけれども、えー、例えば患者さんの幸せであるとか、生活の質っていうのを上げていくにはどうすればいいかってすごく難しいのと同じように、うんはい、この見えにくいところを扱っていくっていうのはめちゃめちゃ難しいんですね。で、えー、目に見えやすい部分は触りやすいので、近年、えー、もう必ずも聞かない日はないこの働き方改革関連法、うん。はい によってま国も腰を上げながらあ操作をしているのがこの部分というふうに言われています、うん、でもやっぱこの働き方改革関連法っていうワードが出たときにテレビとかでもよく出てくると思うんですけどあんまりうまくいってなさそうなインタビュー多くないですかねそうですねはい。<laughs> 確かに残業は減った、はい、残業は減ったって言われるけど減 減り方ってどうかと言われると、何時になったら電気消えるとか、仕事終わってないのに。で、結果家に持ち帰ってるとか。本来の意味で、ある従業員の方が本当に仕事を楽しめるか、充実しているかっていうのは多分わけが違うんですよね。